つでいきましょう。ちなみに俺はオーマイガーマンモスって言った。びっくりしすぎて俺びっくりした。俺はもし元 A でした。先週は今日は下がりましたね。ジョゼはいいね。1台の暗号機でマックスまで貯めれるからさ。ちなみにね、冒険家のジョゼってめちゃくちゃね、グーとチョキの関係みたいな感じで冒険家がグーなんですよ。実にきつい。見つかったらきついね。ここか。どこ？あそこか。めっちゃいい線いってたね。冒険家と上手同じ方角だったよ。沈黙の千代木。今傭兵がチェイスだよね。全然大丈夫だ。全然大丈夫。あれでした、あれ、あれあれ瞬間移動。もう奇襲モードやからね。奇襲モード。あ、誰が来た。自分の暗号機やってや。さすがに俺さすがに嫌だわ。ここもう上がるのに。ほんまに嫌なんだが。そう、もうねデメリットしかないよ。何来たかわからん。何来たかわからん。ほんまにわからん。傭兵救助してくれるんかな、あの人。これですね。打撃ですね、この状態で。おめえ、おめえも動き遅えのかよ。当たったはずなのに今の。お互いガバ。俺ただもがき連打するだけなのに海賊助けに行くって言っちゃったよ。冒険家手元にね 100% の本あってもいいはずなんですよ。実はパパーって上げてくれんかな。パパーって。ナイスキュウジョン。まあどの道死ぬから。俺めっちゃチェイスしてるやんけ。
俺の中を。よっしゃ、ナイス。俺あとあれ、この鏡像消えるのさ、計算ミスったわ。このクソ妖艶見たことないよ。見たことないこのクソ傭兵。見つかるのも早いし、見つかったら膝でビヨンって跳ねりゃいいやん。食らったら瞬間移動くるやん。やばくない？飛ぶの早いかな、コントロール振っとんかな。やばくない？素直に。そもそも宝いつ使ったか分かんない。使ってないかもしれない。さすがに 50% 使って戻されるような動きはしないと思う。なんで俺の地図持ってんだよ。おい、使うな使うな。おい、使うんじゃねえよ。あ、3通だ。皆さん、瞬間移動を警戒しだした。さあ傭兵どうする。あんたの方向を見る。瞬間移動した。ゲートからゲートの瞬間移動かな、さすがに。あ、水虫ロードない。はい、皆さん出ました。結局俺の地図ですね。はい、はい、勝ちました。めちゃくちゃ有利。そうだよね、あれで、ね、ハンタの